Hey, you guys. Thank you so much for checking out Chris's room. 今日もね、クリスの部屋を見ていただいて本当にありがとうございます。今日はね、ちょっと長めのビデオ、ね、聞き流し系のビデオになるんで、あの、ぜひね、このビデオはなんか通勤中とか寝る前とか、なんかね、クッキング掃除やってる時とか、なんか聞き流しの感じで聞いていただければ嬉しいなと思います。で、あとね、ちょっとね、みんなにあのね、あの、説明するの忘れちゃって、ポッドキャストを始めたんですよ。えー、今は Spotify っていうところと、あと Google p o d c a それにえっ、ー、とクリスの部屋ラジオ版っていうのをアップしていますのでぜひ聞き流しがね便利だなっていう声をいっぱいいただいているのでもし聞き流しとかに興味がありましたらぜひありましたらねチェックアウトしていただければ本当に嬉しいです。あのー、ねうちのスタッフのジョーダン君がねすごい頑張ってポッドキャストを作ってくれてるので編集したりね本当に Thank you, Jordan, so much for making this podcast and making this happen. ジョーダンありがとう。Alright。で今日の話は あのー、いっぱい話していきたいのは、自信について話していきたいんですよね。んで、地っていうのは、ね、どこから来るのかっていうことを話していくし、自信っていうのは、ね、まあ、ズバリ簡単に説明すると、自信がなくても自信をつけているふりをするっていうのが大切だよって言って、その話なんですよね。で、これを僕の個人的な経験を あの通して話してて話いいきたいんですよねだから自信がなくても自信をついているふりをするっていうことなんですよ。で具体的にどういうことなのか、ね、なぜこれが大切なのかもしこれをやらないとどうなってしまうのかっていうあのことについて話していきたいなと思います。でやっぱりねテーマはあの「あなたが現実を作るのか」ねそれか「現実があなたを ね、作っていくのかっていうことなんですよね。ねでちょっとねあのー、そのちょっと脳の話とかも入れていくんだけどね一つ、あのー、ちょっとみんなに話したいことがあってでそれはねもし自分の人生が辛くなったりしたり。 ね、難しくなったりしたらね、一つこの言葉をちょっと頭の中で言ってもらいたいんですよ。ね、それは、この程度でよかったって。この程度でよかったって。ね、なぜかっていうと、ね、僕たちの脳は、僕は正直僕たちの脳はニュートラルだと思うんですよ。でも、なんか悪いことが起こったり、トラブルがあったりすると、僕たちが考えるのは、あ、やべえ 大変だってなって、ね、脳の中のメンク変動体が、体がアクティベートされたりとか、ね、実際にエピネフリンが流れて、ね、ストレスホルモンが流れて、ね、ね、あのね、ちょっとパニックになったりすると思うんだけど、そういうふうになってくると、僕たちのニュートラルだった脳が、あ、やばいぞって、ね、僕たちが言ったから、そのやばい証拠を見つけてくれる。ね、簡単に説明すると。で、このやばいことが、 ね、あこれもやぞいぞ、これもやぞいぞって。で、恐怖の特徴は、ちっちゃいことから大きくなる。ね、あのー、ね、山火事みたいな感じで、ね、誰かがタバコ吸ってて、タバコポイ捨てしたら、そのちっちゃいちっちゃいのが大きく大きく広がって、山火事になっちゃった。ね、恐怖も同じだよね、心配することも、おそらく。 まあ、場合によっては違うときもあるんだけど恐れ普通の場合はもう本当に98%の場合はちっちゃいところからあこれやばいぞっていうのがあってその恐怖が広がっていくだからこの程度で良かったなっていうと何をやるかっていうとあ悪いことが起こったトラブルがあった、はあ、でもこの程度で良かったよねっていうとこ,の,この,、ね、あの山火事の広がりみたいなのを止めることができるんですよ一回。 ね、そうしないと僕たちの脳はもっとその証拠を見つけてくるからこの程度でよかったなっていうとなので僕はこれは本当にあのお守りみたいな感じでこれを教えてくれたのは、えー、と斉藤ひとりさんっていう方がねあのポッドキャストとか YouTube のなんかビデオかなんかであの僕この話を聞いたんですけど本当に僕実際にあの事故にあった時とかもうこれを使ったりとかして本当に、ねあのね、救われていますのでまずそれをちょっとみんなに説明したか でこのねあのー、これから話していく自信の話なんですけれどもそのやっぱりね嘘をついてもいいから自信をキープしろって、ね、自信がなくても自信があるふりをしろっていうのは僕は個人的にすっごい大切なコンセプトだと思います。ねで この話をちょっと大人のレベルで理解していくときに大切なコンセプトが出てくるんですよね。ねそれは英語にすると discernment っていう言葉なんですよ。you have to discern it。どういうことかっていうと賢く検察するっていう意味なのね。賢く。ね、だからどういうことかっていうと、ね、その自信がなくても自信をキープするときは 賢く自信ねだからなんか本当になんかやばくて本当に自分の行動に問題があって自分の行動を変えないといけないんだけどうわ大丈夫自信があるかなみたいなそういうナイーブな考え方ではないのね,ね。だからこのナイーブのレベルで自信をキープしろっていうそういうことではなくて賢く現実を見ながら ね、それを含めて、ね、その現実を検索しながら賢く言いながら自信をキープしていくっていうことなんですよね。Right、まずこれが最初のステップででこのね賢く自,自信をキープするっていうのをちょっと論理的に考えていくと自信がある時と自信がない時、ね、僕たちの行動が変わってくるよね。例えばなんかねあのー 僕がねあの例えば奥さんの、ね、奥さんの前の時とかね彼女を誘う時にねあの僕自信がなかったら僕は今奥さんと結婚してないわけよ、ね、だから自信があったからよしって言って大丈夫だよって絶対好かれるよって言って声をかけてみたのね奥さんにねそしたらデートとか行って、ね、バッチグッとだったんですけれどもその最初の ね、例えば美しい女性がいてごめんねちょっとこれ男性寄りになっ、まあ、男性寄りじゃないけどそういう、ままあ、女性が美しい方がいてで声をかけたいとねこれやばれた分かんないで,でその時にね自信がないなと思ったら分かるその自信がなかったらその行動が変わってくるから結果も変わってくるよね現実が変わってくるわけよ。ね、だから自信 あると、そういう声をかけれるから、あの、また結果が変わってくるじゃん。で、これは仕事とかでも、ね、あの、変わってくると思うので、特になんか新しいビジネスをやってみるとか、ね、仕事の中でプロモーションを目指しているとか、なんか転職を目指しているとか、ね、ね、その、なんていうのかな、受験生も同じだと思うんだよね。もっと、なんかすごい、あの、い もっとあの自分が本当にやりたい、ね、入りたい大学に向かっていく。でも自信がないから、もうスタートしないとか。ね、だから、この自信を持っているか、自信があるときと自信がないときの行動が変わっていくっていうのをあの、これが2つ目のポイントなんだよね。だから本当に賢く考えて、でリアルに考えていくと、自信がある方が、ね、行動、あなたが求めている。 結果につながる行動が取りやすいっていうことだと僕は本当に思います、ね。で、もう一つね、考えていくと、セラトニンとドーパミンの話が出てくるんだよね。で、これ皆さん知っていると思うんだけど、なんかうつになってくるとか、ねああの、そういう時は、やっぱりそのセラトニンが流れていない。ね、ドーパミンが流れていない、ね。ワクワクすることが少ない。 ね、人生の中で。で自分がワクワクすることのをやっても結果がついてこないからセロトニンが流れない。ね例えばなんかダラダラしている僕がダラダラしていた時はやっぱりそのあのゲームとかをやってたのね。ね ゲームとか映画見るとか。で、そうするとゲームやってる時、ね、例えば映画見てる時にはドーパミンが流れるわけよ。ね、ゲームでやったボス倒すぞって言って頑張るぞって言って、ってってうわーめちゃめちゃ練習してさ、レベルアップしてタッタラタンって言って、ボスツを、ボスやっつけるじゃないで、そうするとよっしゃーっていう、ね、ドーパミンは流れるわけよ。で、そのための流れるなーって思うんだけど、実際に僕の現実には変化が出ないんだよ。ね。 ゲームの中では変化が出る。映画の見てるときは変化が出るんだけど、僕の現実は、ね、例えば家はまだ散らか、ね、片付いてないし、ね、宿題が終わってないとか、仕事をまだやりたくないとか、ね、そういう方、ね、あの、運動してないとか、ね、やらないといけないことが終わってないから、今度セロトニンが止まっちゃって、で、もっと、うーってなるわけよね。ね。だから、そういう面で、ね、自信っていうのを考えていくと、 ね、こうやって自信がある時に行動をとっていくと自分に難しいこと自分にとって難しいこと自分にとってチャレンジがあること、ね、自信がないんだったらそんなのできないよね例えば僕,の奥あの僕がなんか奥さんに声をかけるとか自分が僕が本当に、ね、前の仕事を辞めて自分のビジネスにコミットするとか、ね、やっぱり結構そのチャレンジみたいなのがと、ね、あってでそのなんか よっしゃーみたいな感じで本気になって動かないと、あの、やっぱさ、あのね、すごいいい結果につながらないわけよね。で、そういう時に、ね、よっしゃーって本気になると、何が流れる脳の中で。ドーパミンだよね。でフォーカスが高まっていく。自分の脳の中、自分の体の中で限られているドーパミン、ベースラインっていうのがあって、 ね、だからそのドーパミンをゲームで使うこともできるし本当にやりたいことやらないといけないこと怖いんだけどねやりたく怖いくてやりたくないんだけど本当は絶対やった方がいいねチャレンジなこととかまた家の片付けとかずっと本当になんか手放してて無視してこれやった方がいいよなっていうのは、ね、そういう時に本気になってもうゲームなんていらねえって。 ゲームなんてしないぞって言って本気になってやるとそこでドーパミンが流れて自分のやる気が高まってよっしゃってなってワクワクするっていうことは安全なことではないのね。 なぜワクワクするのかっていうとやばいことが起こるかもっていうその可能性も失敗するかもっていう可能性もちょっとはあるのよ。ね、例えばスノーボードでなんか森の中に行くってうわーってちょっとこれ転んだらやばいのよ、ね。パラシュートで飛ぶってちょっとやばいのよそれ失敗したら。ね、そういうことを自分のビジネスをスタートするから本当にやりたいことをやるっていうのは、ね、できないかもっていうその可能性もある。 からワクワクするって僕は本当に思うのね。だからワクワクずっと安全なワクワクするっていうことは、ちょっとそれはちょっと違うことかもって思うんだよな。思います。で、今度、そのチャレンジ姿勢、チャレンジ、チャレンジスピリッツがあって、よっしゃって言って向かってってファイトして、で、その目的にたどり着くじゃん。ね、自分の人生の現実の結果を変えるじゃん。よっしゃって言って。 できるんだって言って、やるぞって言って。失敗してもいいからやるぞって。ね。これは失敗してもいい価値があるんだって。おっしゃって言って、それができたと。で、そうすると、何が起こる自信がつくよね。セロトニンが流れるよね。自信がつくよね。で、セロトニンが流れて、そうやって自信がついていくと、何が起こる打たれ強くなるよね。ね。 ケイオスの中、ケイオスっていうのはぐちゃぐちゃもう台風の中みたいなね、ぐちゃぐちゃもう、うわーってなってる時、ケイオスの中でも、スパーンってなんか勇者みたいに立ってること。ね。それを願いじゃなくて、本当にできるようになるわけよ。 でも、それを、そういう人になりたいんだったら、自分のチャレンジにエネルギー、チャレンジにフォーカスして、チャレンジに向かっていかないと、できないぞ、できない可能性があるっていうことをやっていくから、やっていっている人だから、セロトニンが流れて自信がついているわけよね。ね。OK? で、ポイント4、ポイント4かなポイント4は、あなたが現実を、 あなたが、あなたの現実を作っている人なのそれか、あなたの現実は、現実が現実を作っているで、これすっごいシンプルで、今すっごいなんか僕日本語、ちょっと数週間日本語話してなくてね、なんか日本語忘れちゃったんだけど、どういう理由かっていうと、ね、Who runs your destiny? ね、Destiny だよ。ね、あなたの現実が、 あなたのムードを作っている、ね、例えばえ、ね、人生大変なんだ人生大変なんだ、ね、あの宝くじ当たらないと私の人生ダメなのって助けてって、ね、自分で自分の人生をコントロールできないまたは、ね、自分のムードを自分でキープしている自分の自信を自分でキープしている ね、冷静に自分のフォーカスどこに集中しているのかどこに自分の時間を使うのかどうやって人と話すのか、ね、自分を良くしているから自分を、ね、うまくできました100点満点うまくできました自分がうまくいっているから人生がうまくいくのどっち現実がうまくいったらあなたがうまくいくそれかあなたがうまくいっているから現実がうまくいくの論理的に考えてみると あなたが、あなたをうまくやっている、あなたがうまくいっているから、現実がうまくいくよね,ね。で、このような人たちの考え方のファンデーションとなるのが、ね、何かのトラブルがあったら、それはチャレンジだって思える、この考え方がファンデーションとならない。何かのチャレンジがあったんだ、よし、これは、ね、トラブルがあった、ね。 こういう時こそ、自信をキープできないと、何が起こるかっていうと、ね、ちっちゃいタバコの山火事みたいな感じで、タバコ吸って、ね、パッてやってる、山火事になるでしょなんかのトラブル、なんかが起こると、やべ、壁に当たった。もう無理なんだ。やりたいことできない。私の望んでいることは現実にならない。 で、ちょろ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 そこにね、なんかそういう感じでね、ね恐怖が入ってきて、不安が入ってきて、私は無理なんだ、やりたいことできないんだって、で人生を諦めた夢を諦めたり、ね、ねでも、それは勘違いであると、私は思います、ね。なぜかっていうと、そのトラブルは、実はあなたを成長させてくれるエネルギーの源なのね、弦力なのよ、元って書いて。 ね、あなたをリフトしてくれるわけよ、そのチャレンジが。そのチャレンジがあるっていうことは、ね、あなたが今からレベル上がっていくっていうところなの、ね、で、チャレンジが辛いほど、もっとあなたが上がっていくわけよ。ね、でこれはリアルの本当の話で、ね、これは好きなことをお仕事にしたいっていうね、こと。 だだったらすごい論理的にわかるんだけど例えば、ね、その好きなことを仕事にしたいとか新しいビジネスをしたいっていう時にはまだ自分にスキルが足りないわけよ、ねで。どうやってスキルを上げていくかっていうとスキルがないっていう壁にあった時にあここでスキルを学ぶ時なんだって自分の,ちの考え方を変えるわけよね。でそこで今すぐ成長できないとダメなんだ今すぐ成功できないとみたいなそういう幼いナイーブな考え方を、ね、捨ててよし。 これは時間がかかるよね。現実的に考えていくと、ね、例えば自分のウェブビジネスをやりたいとか、ビジネスやりたいってなって、じゃあウェブサイト作らないといけないよねってなったら、そのウェブサイトの作り方っていうのを1年から2年かけて学ばないといけないわけよ。で、普通の人がどうやって失敗するのかっていうと、それを30日とか60日でやろうとして、結果が出てないから私が無理なんだっていうふうになっちゃったりするわけよね。だから、こういう時こそ自信をキープして大丈夫、うまくいくって。 ね、人生は丸抜ゲームじゃないって。人生は丸々って。それを築くために僕は生きてるんだって。ねで。そういう強い大人。ね。そういうメンタルを持っていると、ね。いいこと起こるのよ。なぜかっていうと、そういう時に、トラブルにあった時に、そういうマインドを持っていると、あなたが選ぶ行動は、 自信がなくなったときのあなたが選ぶ行動と違う行動を選ぶから結果が絶対変わってくるわけよ。結果がついてくるわけよ。論理的に考えて。で、最初の話、自信が、ね、賢く考えて。ね、賢く考えて。ね、本当にやばいんだったらどこがやばいのか、何をやらないといけないのか、頭の全力を使って、どうやったらこのチャレンジを乗り越えることができるんだ。 ね、誰が乗り越えたことがあるんだ誰に話さないといけないのか誰の助けを求めないといけないのかどうやったらこれを学べるのかどのぐらいのエネルギーがかかるのかどのぐらいのお金がかかるのかどのぐらいの時間がかかるのか、ね、でそういう時にエゴがやばいやばいやばいって言ってるんだけどそういう時こそ自信をキープしてで賢く考えて よし、これを乗り越えるぞっていう感じで、そうすると自分に必要なステップが必ず明確になってくる。ね。見えなくても、そういう必要なステップが見えなくても、こうやって自信をキープしていくことによって、後からステップが見えてくるのね。だから最初ステップが見えなくても、あ、やばい、壁に当たった。何をすればいいのかって、わかんないってなくても、大丈夫。後から出てくるぞっていう、そのぐらいの自信をキープする。ね それが本当にね、あなたがあなたをうまくやっているから現実がうまくなる。ね、現実があなたをコントロールするんじゃなくて、あなたが自分をコントロールしているから、現実があなたが現実をコントロールしているっていうか、ね、そのバランスもあると思うんだけど、ね、そういう、あのー、ことなんだよね。うん。なので、この程度でよかった。壁に当たった。この程度でよかったなって、ね、賢く。 ね <Yeah. S 1>、学びがあるから、何を学べるのかね、<Yeah. S 1> で、えー、っとね、僕たちが現実を作っているっていうことです。あのチャンネル登録あの。 か、してない方はぜひチャンネル登録していただいてあければ嬉しいです。で、ライクボタンとかも押してくれると、すごい嬉しいなって思います。Alright, you guys, thank you so much for checking out this video. また来週ね、サザエさんの時間、日曜日のサザエさんの時間にこの動、あの、新しい動画を出す予定なので、またその時にお会いしましょう。Thank you so much! I'll see you next time! ありがとう